これは地毛なのかウィッグなのかと私も。綺麗ですね、すごい。頭の先から本当足の先まですごいですよね、この世界観が。日本のファッション、僕はかなりなんか自由度が高いというか、何をやってもこう受け入れられる、あれもありだしこれもありだしそれもやっちゃうみたいな、日本はそういう国なのかなって。アニメとかやっぱり日本独特の芸術というか文化だな、それが日本のファッションにかなり影響を与えているんじゃないかな。こんにちは、かわいいパティの美里です。今日のスペシャルゲストの森本さんです。文化服装学院で講師をしています森本です。まず最初に H 直人さんのチトチチトをちょっと一緒に見ていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうなんですよ、なんか前回 の, あのショーの時にこういうテイストがあんまりなくて、うん、今回最初からこういうゴシック系のが来たので個人的に少し驚いたというか、あ、今回こっち系なんだとか思ったんですよね、うん、なんかでも H 直人さんらしいというか、あ、そうですね、そういう風な、もともと僕が持ってたイメージっていうどちらかというとこういう感じだったので、うん、今回拝見したらまたこう世界観が新しいの取り入れつつ戻ってらしてすごいなと思いました。いや、なんか頭の先から本当足の先まですごいですよね、この世界観が一つのスタイルで、うん、セーラー服のはずなのに全然セーラー服じゃないという感じが、なんか自分が持ってたこうセーラー服のイメージっていうのが、あ、ここまでこんな風に同じセーラー服でも変わるんだっていう風に思っちゃいますよね、はい、これがその杖ですね、杖ですね。これ確か下に LED 仕込んであって光った気がします、現物を近くで見ると。ここがはいロングのワンピースがすごい多い。そうですね、多いですね。今こう全体的にロングが流行ってますか、うん、そうですよね、いろんなあのコレクションでロングとか、あとはタポッとしたゆったりめのスタイリングが多かったような気がしますね。じゃあやっぱりこう全体の日本の流れとかにも乗りつつこの世界観をこう実現されてる感じなんですかね。なんかやっぱりそういう全体的な流れっていうのをこう感覚的にすごい感じて制作してるのかなっていうのは、やっぱりこうなんていうんですかね、トレンドってこう見て調べてっていうのもありますし、あとは感覚的に自然と今ってこれなのかなって入ってくる情報のような気もするんで、それをこう自分の世界観に落とし込んでデザインにしていく、自分のブランドのところの洋服にしていくっていうのが、なんかそういう風にデザイナーってやっているのかなってなんとなく思ったりもしますね。そうなんですね、やっぱり自分の世界観だけこれって言ってるだけではこうデザイナーとしては、そうですね、なんかやりたいこと、まあいつも学生にも言ってるんですけど、はい、やりたいことただやるだけじゃなくて、やっぱりその今の流れとか、あとは流れに乗りつつも新しいなって思わせる、はい、なんかそんなデザインを考えないとねみたいなことはよく話しますね、やっぱり。その全体の流れってどういうふうに作られていくんですか、日本のファッションの全体流れみたいなのって。日本のファッション全体の流れじゃなくて世界でもなんで、いつもこう気になってたんですけど、今はこれが流行ってるっていうのはいろんなメディアですとか肌で感じて分かるんですけど、うん、その流行りを誰がどう作ってんですかね。でもやっぱり何かしらこう流行りというか、そのまあ世界ファッションの業界で、まあ、新しいもの、今はこれが流行ってるから、じゃあ次はそれにないものとか、そこから派生したで新しいと思うものっていうと、やっぱり今流行ってるものの次に行こうと、みんな新しいものをこう発表しようとするところから、なんとなくこう同じような
同じようなっていうか方向性的にはみんな同じ方向を向いていたり、またそれがビジネスとしてやっていくんであれば売れなきゃいけないとか、あとはそれをさらに発表するしたり、お店に出すというか雑誌とかで取り上げるときには何かしら仕掛ける人がいるんだろうなっていうか、仕掛けるきっかけになる何かは必要なんだろうなっていうふうに思いますね。でそれをこう消費者というかお客さんたちがこう見て、あ今それなんだっていう、そこで初めて、でもやっとそれが買ってもらって流行ってるって感じ、流行ってるよって言っても流行ってるわけじゃないですもんね。こうそれが売れてみんなが来ててやっと流行ってるってなるんじゃないかなと思うんで、流行るよっていう仕掛けはでも何かしら必要だとはいつも思いますね。以前エイチナオトのデザイナーの広岡直人さんにインタビューさせていただいた時に、その直人さんは結構アニメとかゲームとかそういうファンタジーの世界からも構想をこう得るみたいにおっしゃってたんですけど、デザインとかされる方っていろいろあると思うんですけど、一番こう多いそういうデザインする時のインスピレーションの元ってどういうところなんですか？インスピレーションの元って本当デザイナー一人一人というか、デザインする人どんなジャンルでもそれぞれが本当それぞれで、どのジャンルからインスピレーションというのが多いというのはあまりないんじゃないかなっていうふうに僕は思っているんですけど、ただ日本のそのアニメとか漫画とかっていうのはやっぱり日本独特の一つの芸術というか文化だなっていうふうに思うので、なんかそれが日本のファッションにやっぱり何かしらかなり影響を与えているんじゃないかなっていうふうには思います。あとデザイナーだけじゃなくてやっぱり買う人とか洋服を着ている人たちも日本で育ってきたとか、そういう環境がもう日本人の感覚になっているんで、やっぱりそこでアニメとか漫画っていうのはすごい影響を与えてるんだなっていうふうに感じますね。日本のファッション、僕はかなりなんか自由度が高いというか、何をやってもこう受け入れられる、割とそういうふうな世界の日本はそういう国なのかなって思っていて、なんか特に本当東京はもうあれもありだしこれもありだしそれもやっちゃうみたいなものが結構あるんじゃないかなと思って、パリの方なんかはなんかシンプルというかでもかっこいいみたいな、そういう風なイメージが強かったんですけど、それとはこう変わって日本はこう足して足してまた足してみたいな、でもそれなかなかいいじゃんみたいなまとまってるような、なんかそんな風にも僕は結構日本のファッションって感じていますね。これはメンズ、これはリリースってある時はあるけど、あんまり気にする必要は本当にないんじゃないかなって、うん、そうですね。これもなんか日本独特なんですかね、世界でもそんな感じなんですかね。いやー結構日本独特かもしれないですよね。着る人はもちろんいると思うんですけど、なんかそういう意識は日本の方がいやあっちも着てみよう別に入るからみたいなのはあまり堅苦しくない気は しちゃいますね。そうですよね、まあ、自分がそうだからっていうのもあるんですけどね、こう自分が着ちゃうから、うん、気にすることないよとも思っちゃうんですけど、うんうんうん、ちょっと世界状況が分かんないですが、分かんないですね。まあぜひじゃあ皆さんの国のその世界状況をコメントに書き込んでいただければと思います。このデザイナーの広岡直人さんが文化の出身って伺ってるんですが、はい、文化の何でしたっけ、オープンスクール、オープンカレッジとか あと特別講義なんかも、はい、来ていただきたりして、はい、その在学中のお話だったり、あとは、仕事をデザイナーとしてどういうふうな仕事をしてきたかとか、そういうお話を学生に聞かせてもらえるので、すごい聞いている授業を受けた学生にはすごい刺激だなと思って、いつも後輩のこう育成のためにしてくれる感じの方なんですね。なんかそういう風なイメージが僕はすごい強いですね。人のパワーというかそういうのがこう洋服からもこうグッとくる感じがして、前回はですね知事としてですね、母乳とかそういう意味合いがありまして、まあ、性を意味しました。血というのは、まあ、いわゆる父と血とで、今回は血と父と、まあね、ややこ
しいんですけど、で今回はその血と父との血っていうのはですね、土地の血っていういわゆる土壌、基本的にはこう自分たちがこう生まれた故郷やふるさとをイメージしてます。で父っていうのは今度はいわゆるまあ親父、お父さんみたいな形で、まあ、自分のこう生まれてきたこう自分とは何ぞやという部分を一つですねテーマとして、前回の発言から今回は続けてやる形になりまして、前回の父と父と、はい、で今回が父と父と、はい、私これコレクション行かせていただいたんですけど、直人さんに言われて初めてタイトルが違うことに気がついて招待状いただいてた段階だと一緒だった。でもカタカナでパッと見で見ると、うん、なんかそんな気づかないような気がしちゃいますね。では次がゴークのファッションショーです。これ、はい、見て思ったんですけど、はい、ヘアもすごいですね。ヘアメイク、はい、私これはちょっといくつか森本さんに聞きたかったことがヘアでありまして、ヘアで、はい、いやなんかこれはウィッグなのか地毛なのかみたいなヘアがいっぱいあって、この辺はなんかまだわかるんですけど、ちょっとそこが来たらぜひ伺わせてください、はい。やっぱり日本人和柄にちょっと惹かれちゃいますよね、うん、あこれですこれです、あこのシーンの髪型がこれは地毛なのかウィッグなのかと私もこれはウィッグで作ってるんじゃないですかね、作ってつけてるんじゃないかなと、地毛ではないような気がしますね、っていうのがかなり作り込んでそれを使っていると思います、はい。自分も普段あの洋服教えたり洋服作ったりしてるんですけど、はい、なんかこう発表ファッションショーとかする時もやっぱりヘアとかメイクって、うん、なんかそこがあるかないかで全然、せっかく服はすごいのにそこちょっと合わないねって、イメージと合わないねってなるとまた世界観が全然伝わらなくなっちゃうんで、うん、すごい本当にファッションの中でもかなり重要な、すごい大切ですよね、うん、ヘアメイク。そうなんですね。そう言われてちょっとこうメイクよく見ると唇のここになってるんですか、下のとこだけにリップ濃いの置いてたりとか、ね、ちょっと平安時代とかその辺をこうイメージさせるメイクになってるんですね、うん。和風は赤みたいなのはなんで和風は赤になっちゃったんですかね。いや、うん、やっぱ日本のその赤ってこうめでたいというか、うん、おめでたいような色合いのイメージが強いと思うんですけど、そこでやっぱり紅白とか常にそのなんかお祝い事には赤が出てきたりするので、その中からこう自分たちがいつの間にか赤っていうのをこう日本といえば赤、国旗もそういう風な、うんうん、そういういろんなところからのイメージ、自分が持っちゃってるイメージで使っているんじゃないかなと、うん、すごいですね。髪の毛も何回見ても気になっちゃいますね、うん、直線的ななんかラインの洋服が多いですね、カットが直線的な感じで。それはちょっと着物っぽくってことなんですかね。なんか和服ってやっぱり直線で構成されてるんで、うん、なんかそういうのがこう常にあるのかなっていうふうに見ていて思いますね、うん。ラインから受ける印象ってやっぱり違いますか。あ、そうですね、なんか直線だけでもこんなに面白いシルエットが出るんだとか、逆にこう丸みのあるものをが生み出す独特のシルエットとか、うん、なんかそういうのはやっぱりあの一つの世界観を作っていく中ではこう、うん、
ミックスしたりどっちかにこう偏らせたりっていうのが大切なのかなっていうふうには、なんかガチャガチャっとしちゃいそうじゃないですか、なんか何もあれもこれも入れてだとガチャガチャっとしちゃいそうなんですけど、綺麗ですね、すごい、はい、これは刺繍、うん、すごい一つ一つ細かい刺繍が入ってるんですね。うーん、刺繍って難しいんですか？やっぱ一針一針の本当に手の技術になってくるので、やっぱり最初授業の中でも手芸とかで刺繍したりするんですけど、はい、なんか初めてやった時はすごいひどいもんでしたね。やっぱりそこの刺繍ができるかできないかって大きいですか？なんか大きいのかな、大きいのかあれなんですけど、あ、こんなにできないもんなんだってこういう風に見ていると、はい、あ、できるかもって最初は思っちゃってたんですよね、はい、そしたらこんなに難しいんだってそうなんですね、思いましたね。初めてって何でもやっぱり難しいですよね。これ素敵ですね、個人的に。あの文化祭のファッションショーでも、はい、こうウィッグでアクセサリー作っていて、はい、みたいなシーンがあって、この丸い円盤ですかね、はい、みたいな感じで作ってるような、はい、やっぱアクセサリーとして作ってるんですけど、そういう風なちょっと和をイメージしたようなイメージ、あのアクセサリーがのショーでも出てくるんで、なんかファッションショーの指導ショー全体としては、あのいつもクラス単位でもファッションショーをこう発表したりするんですけど、その時には始まってから終わりまでの流れ、全体の流れをこうイメージして、あのみんなで話し合ってこう作り上げていかなきゃねとはよく言いますね。やっぱり個人作品を発表するんで、どうしてもこう違うテイストが混ざり合うんですけど、その中でもこう最終的に全体の流れをがあるように、一つのストーリーになるように、なんかそのいろんな、あのいろんなテイストのものを、ま、ミックスする、そういうふうに誰かは見ておかないと、こう一つのショーとして発表としてまとまらなくなっちゃうからっていうことはよく言いますね。